写真のアニメーション、エウローパ、サキ灯台は、ジブラルタルに、いくつか、ある灯台のうちの一つ。別名、エウローパサキのトリニティ灯台、ビクトリアタワーとも呼ばれる。これは、イベリア半島の南端にして、地中海への、この円筒形の塔は白く塗装され、中ほどに水平に幅広の赤い帯が付けられている。1841年に建てられ、ジブラルタルの岩の南端にある、 この稼働中の灯台は1994年に無人化されトリニティハウスが管理している。エウローパ岬のトリニティ灯台あるいはビクトリータワーとも呼ばれる伝統的なイギリス風のデザインをしたエウローパ岬灯台が最初に建てられたのは1838年だった。ジブラルタル総督アレグサンダー・ジョージ・ウッドフォード海軍司令長官は ジブラルタルのフリーメイソン団体の援助のもと、1838年4月26日に、東台の礎石となる最初の石を置いた。碑文にはこう刻まれている。東台のこの礎石は、ダイブリテント、アイルランド及びそれらの属国の女王である、ビクトリア女王陛下の植民地統治の名のもとに、その支配の最初の年である1838年4月26日に、 ジブラルタル総督兼中屯部隊司令官である、アレグザンダー・ウッドフォード海軍少将,将により、軍とフリーメイソンの栄誉と共に、プラビンシャルグランドマスター W.E.T. バロー氏の助力を得、地中海の商業、人命の安全、イギリスの栄誉のため、置かれたものである。この出来事を祝うため簡単な儀式が取り行われたが、見物人は1万人に上った。 東台は1841年に完成し、同年8月1日に稼働が始まった。エウローパ岬東台の最初の点火には2000人以上の監修が集まった。東台は最高水位線から49メートル上にあり、戦略上重要な位置にある。ここは、ジブラルタルの岩の最南端、大西洋と地中海に挟まれたエウローパ岬にある。すなわち東に、 地中海、北西にジブラルタル湾、南西にジブラルタル海峡を望む。この灯台ができる前は、船乗りたちは、聖母マリア教会が灯す明かりを頼りに、ジブラルタル湾を航行した。彼らは、この礼拝堂に油を備えることで、感謝の念を示し、それによってその明かりを灯し続けることもできた。スペインのフェルナンド四世が1三百九年のジブラルタル包囲戦で、 ムーア人に勝利した後、もともとはモスクだったところにカトリック教会の聖堂が建てられた。1841年に灯台が開かれた時、一本の芯を持つ油ランプが一個据えられ、灯された。その光は屈折レンズと反射鏡で強められた。灯台は1864年に初めて回収され、一芯のランプがチャンスブラザーズ社製の四芯に取り替えられ、 レンズも新しくされた。またこの回収でパールロック一帯の危険水域を赤い光の子で照らすようにもされた。次の回収は1875年で、ランプは石油を使う4芯のものに取り替えられた。1894年、灯台は発する光をさらに増すよう回収された。4芯のランプと鏡は8芯のダグラス製ランプとより改善された。 透過室に取り替えられた。光の強さは3万5千カンデラに強まった。明かり室は不動光から明暗光に変わった。ノーム号的も設置され、5分ごとに素早く2拍、鳴らされた。1905年に八芯のランプは、大井のついた3本の白熱灯に取り替えられた。また1923年には、大井がついた1つのフード製の石油蒸気灯に、取り替えられた。 後1954年と1956年には、さらに大規模な改修が行われ、明かりも近代化された。伝統に変わったことで視認性が非常に改善された。より強力になった回転レンズがメイン塔に利用され、その下には、パールロック水域を常時赤い明かりで照らす、別のライトが据えられた。塔は1.8メートル高くされた。1994年2月までには、 灯台は完全に自動化された。既存の透過設備は残されたが、三点式のランプ、切り替え機が追加された。ノーム号的は電子音に変わり、指向性の 500Hz スピーカー設備が透過室のバルコニーに設置された。灯台は透過室とバルコニー付きの19メートルの石造りの塔からなる。この塔は白く塗られ、中ほどに一本の太い。 赤い水平の帯が付けられている。灯台の白い光は10秒間隔で点滅する。また常時点灯している赤い明かりと5.8秒点灯4.2秒消灯の赤い明かりも付けられている。加えてノーム号的が20秒ごとに1回鳴らされる。ジブラルタル海峡から見たエウローパミサキ灯台とジブラルタルの岩この灯台はイングランドに本拠を置く。 東大管理業者のトリニティハウスが管理している。それゆえ、ここはトリニティ東大とも呼ばれる。ここはその業者がイギリス国外で管理する唯一の東大である。トリニティハウスは1838年にイギリスの法律によってエウローパ・三崎東大の管理を任されることになった。加えて1894年の商船法によりトリニティハウスはジブラルタルにおいて 全国党大協会に加わることとなった。トリニティハウスはイングランド、ウェールズ、チャンネル諸島でモグラの一員となっている。トリニティハウスは1514年にヘンリー・パスセより特許状を授けられている。東大の敷地はジブラルタル自治政府が管理している。東大の監視はジブラルタル公安局と電話のつながった報告書を通じて行っている。 イギリス水路測量局の海軍灯台番号は D2438 となっている。アメリカ国家地球空間情報局での番号は4220である。第2次世界大戦直後、ジブラル、コーリング島に本部を持つジブラルタルアマチュア無線協会は毎年1回、8月第3週の週末にこの灯台で放送を行う。毎年行われる。 この国際灯台、灯台戦週末祭りのジブラルタルにおける締めくくりは、z b リトル g t というコールサインでウローパ、三崎灯台の放送を行うことである。アマチュア無線灯台協会における、この灯台の番号は、ギブ -001 となっている。ありがとうございます。